間続いた人気店、10年10年続くっていうのは本当にすごいこと、ね、うん、もうそのぐらいね、うん、味が研鑽されてきているそうですよラーメン一杯なわけなんです。研鑽っていうのはどういう意味ね、磨くと、そう、研ぐと磨くですよ、ね、そんなね、そんなラーメンをね、今日食べられるんですよ、これ楽しみです、楽しみですよ、はい、早く食べたいです。じゃあ早速行きますか、はい、行きましょう、はい、研鑽ね、研鑽さんなかなか使わない、研鑽ね、ちゃんと聞いてくるのが偉いですね。